絞るんです。で絞るんですが、このままだとやっぱりあのこれでちょっと水がつきすぎなので、シャリにちょっとね水が入ってしまうので、絞ってこの手をきれいにするんです。手をきれいにしたら軽く拭くんです。でこの状態、軽く拭いた状態が続けばくっつかないです。これだとあのシャリにお水がつくってこともないんですよ。でこの状態にしてからシャリを触るんです。でシャリ触ってでこの状態でキープして、まあ、最初まだね4つに分けてるんですけど、でこうやって並べるじゃないですか。で横にずらして、で手前手前手前で、このぐらいまで来るとちょっとこの先っぽとかが、はい、あの少しね乾いてくるんですよ。そうしたらば中指をここに入れる、中指入れて中指についたお水だけをこうで、こっちにこうやっちゃったりとかするともうここでもう完全にびしょびしょになってるんです。ですからスタートでこれ絞ったじゃないですか、はい、で軽く拭いてこの状態をキープする。であとはこうやってるうちに乾いてきちゃったら、調節はここ手ずに1本だけ中指だけを入れてフレッシュにしといて、また続けるとほらあのシャリに決して水がつくこともないんですよ。でそれの調節なので、この辺で乾いちゃうのは指先が多いんですよやっぱり。うん、それで指先が乾いちゃうとどうしてもここに入れたがるんですよ。そうじゃなくてここにちょっとつけて微調節をしていくと、シャリが水によってべちゃべちゃになることもなく、でこうキュウリを置いて、で紐をねこっち側に置いた方がいい。手前よりも向こう側に置くとこの山脈が壁になって、こっちだとちょっと手前、要するに合わさるときに動いちゃうので、キュウリを壁にして山脈とキュウリの向こう側に紐を並べて、で最後ごまを振って手前合わせて親指入れて、キュウリと紐を押さえながら山脈越えたら必ず一回手前に戻す。で持ち上げて1センチだけ前に転がせて、両端を手前と向こうが親指と4本の指先で人差し指だけ上に乗せて完成ですから、これの微調節だとシャリに、うん、シャリに、お水が伝わっていかないというか、うん、びしゃびしゃにならないという。はい、じゃあこれやってから。でね、紐は巻きやすくするためにこのままだとね、ここが出っ張っちゃうので、ここの部分を。